審が行われます、どうか、傍聴に傍聴をお願いいたします。この裁判は、傍聴権、出ておりませんので、来れば傍聴に入れることになっております。どうかよろしくお願いします。それから、この住宅打ち切りに対しまして、多くの、ご支援ご指示をいただきましてありがとうございました。3月下旬に内閣府、福島県、東京都、3カ所に相次いで提出してまいりました。最終的に集まった署名の数86,971です。どうもありがとうございます。そして当面はこの86,971の、避難住宅提供を求める署名の声、国民の声に対してどう考えて打ち切っているんでしょうか。やはりこれは東京電力が責任ある企業であれば責任持って賠償に対応するのが当たり前のことだと思います。どうも今日はありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。鴨下さんはこれから復興庁で行われる今村復興大臣の非人道的発言、逆切れに対する抗議がありますので、これからそちらに向かうそうです。頑張ってください。はい、チラシをマイクから行かれますので、チラシを受け取ってください。じゃあショートコール入れます。ちょっと風が出てきましたけれども、この本店の中でぬくぬくしている東京電力のみんなに向かってショートコールをしながら集まっていきましょう。東京電力は責任を取れ。東京電力は責任を取れ。ごちそうさまでした。最後も力が入りました。
くださいましたけれども、ここにいる皆さんはほとんどの方がご存知のことと思いますけれども、先月3月31日で、区域外避難者の皆さんの、住宅の無償提供が決まりました。避難の共同センターというところがございます。ここにですね、相談が、たくさん寄せられています。4月から発生する家賃や電気費用、敷金など初期費用が、支払えないという相談も寄せられています。一家心中を考えていますというメールもあったそうです。本当に皆さんが、今とても、大変な状況に置かれています。そして本当に深刻な、事例が出ています。郡山市から、神奈川県に、自主避難した、男性から SOS がありました。この男性は3月21日に雇用促進住宅を退去し、移転先が、決まっておらず、1年半前から体を壊して就職活動はなさっていたそうですけれども、今現在無職です。しかし貯金も、底をついて新たな住宅に入居することもできず、所持金は、1000円で途方に暮れていますという連絡があったそうです。しかし、今現在この男性とは連絡が取れなくなっているそうです。本当に、路頭に迷う、避難者が出てきています。本当に大変な非常事態です。でこうした方々が、この先何人も出てくる可能性があります。東電は、本当にですね、東電は、事故の責任を取って避難住宅の費用80億を出すべきです。そして、区域外避難者の皆さんが、ほとんどが今生きるか死ぬかの瀬戸際に、立たされていると思いますけれども、特に、都営住宅の優先入居枠から除外されている、避難者と1対1で区役所に同行し、シェルターを用意するなど懸命の活動をされています。多くの区域外避難者の皆様にこの避難の共同センターの活動を知っていただきたいと思います。どなたも路頭に迷うことがないよう、私たちは小池都知事に、住宅の無償提供継続を訴え、私たちの周りの方々に、この問題を広く周知していきましょう。誰も路頭に迷わせない、この活動に私たちも協力していきましょう。よろしくお願いいたします。はい、座席爆竹にある人の皆様ありがとうございました。続きまして、日本音楽協会理事長の皆様による音楽での講義お願いいたします。みんなでやめさせなきゃダメだよ。なんか実態は分かってないよね。原発
よせよさよう奪われてさよう失った決して忘れない決して忘れさせない歌です。